川崎富士見球技場は日本の神奈川県川崎市川崎区にある球技場。命名権を富士通が取得したことにより、2015年4月より富士通スタジアム川崎と呼称される。1952年に開場し、プロ野球の対応ホエールズやロッテオリオンズなどが本拠とした野球場の川崎球場を前身とする。2000年のスタンド撤去以降は、 アメリカンフットボールや軟式野球等での利用が主となり2014年から現在の名称に変更された。施設は川崎市が所有し、東急コミュニティと川崎フロンターレが指定管理者として運営管理を行っている。旧川崎球場の遠隔については川崎球場歴史を参照。野球場閉鎖直後の2000年4月からスタンドの撤去工事が開始され、 順次撤去を開始、8月から完全閉鎖し撤去工事が本格的に始まった。なお、スタンドに設置されていた o 7 0号のプレートは撤去前に取り外されて、洗浄、研磨され、また、長本3000アンダの表示板は、O のプレートと同型のレプリカが作成され、先の川崎でのオープン戦で展示された後、 ベースボールマガジン社を介して、新潟県南魚沼郡山和町の町立美術館に所蔵された。翌2001年春、現施設の施行工事が順次完工して営業を再開し、5月に全面竣工した。フィールド部分と照明灯6機のうち3機及び室内、練習場はそのまま活用し、内野部分に2700人収容のドモりスタンドと、 アメリカンフットボールと兼用できる時期判定式のスコアボードが新設された。公式野球での使用はできないが、全国軟式野球統一王座決定戦、ジャパンカップなど草野球や軟式野球のほか、アメリカンフットボール公式戦やプロレス、フリーマーケット会場等各種イベントに使用されている。また右翼側のスタンドアートが遊歩道として整備されたほか、三塁側から、 左翼側にかけてのスタンド跡を活用して駐車場が拡張された。2004年にはそれまで付設していた人工芝が経年劣化したため毛足が長く天然芝に近い感触を持つロングパイル型に張り替えた。また J リーグの川崎フロンターレが小学生や中学生のサッカースクールを開催している。2007年には第3回アメリカンフットボールワールドカップが 川崎市で開催され、川崎球場は中原区の轟き陸上競技場と共に開催会場の一つとなり、全9試合のうち開幕戦と決勝戦を除く7試合が行われた。これに合わせて老朽化した室内練習場が撤去され、新たに更衣室棟が建設された。また、この際アメフト観戦用の仮設スタンドが元のレフトライトのグラウンド上に新設されたほか、 マウンドや各ベース部分などの土の部分についてもすべて人工芝化するなど事実上アメフト専用スタジアム化された。2009年にはよりアメフト用スタジアムとしての機能を増強すべく仮設スタンドの改修が行われている。川崎球場は今後本格的な球技専用スタジアムとしてのリニューアルを図るためスタンド及びグラウンドの増改築を行うことになり、 まず2012年4月から約1年半をかけてメインスタンド側の仮設席の撤去新スタンド設置工事を実施2013年10月頃にメインスタンド部が完成後バックスタンドの仮設席撤去新スタンド設置工事を行い2014年10月頃の竣工を目指すとしている収容人員は4000人程度に拡大され野球場時代の ダイヤモンド型から長方形型の球技場形式のものへ一新される。ただし、工事期間中も通常通り試合や練習には使用可能である。2014年4月1日、川崎富士見球技場に開消され、12日にはメインスタンド竣工記念としてアメリカンフットボール日本代表対ドイツ代表の試合が行われた。川崎市と野球場の運営法人だった。 株式会社川崎球場は2014年10月31日、スタジアムのリニューアルに合わせて、指定管理者制度の導入を発表。その指定管理者として、地元をホームタウンとする、プロサッカークラブの川崎フロンターレ、並びに東急グループのビルメンテナンス会社である、東急コミュニティの2社が、指定管理者の予定団体に内定した。主にイベントの運営をフロンターレが、施設の管理、 運営は、東急コミュニティがそれぞれ担当する。この指定管理者制度は2014年7月に、プロボーザル形式の公募で行い、複数の企業、団体が申し込んだ。その後、民間活用推進委員会による審議によって決定したという。また、10月より命名権協賛スポンサーを、川崎市の公営施設として初めて募集し、翌2015年1月に、 富士通が共産スポンサーになることと、その命名権取得後の名称に、富士通スタジアム川崎を予定していると発表した。同年4月1日にこの名称で、リニューアルをオープンする。これに伴い、運営法人だった川崎球場は2015年3月31日をもって法人を解散し、4月1日以後は川崎市営となった。 事実上アメフト専用のスタジアムとなった後も、軟式野球の球場として貸し出しており、施設利用のご案内には、全面人工芝で、ピッチャーマウンドはございません。両翼約70メートル、センター約90メートルと記載されていたが、富士通スタジアム完成後の使用用途は、フットボール、ゲートボール、グラウンドゴルフなどに限定し、野球、ソフトボールは隣接の富士見公園内にある。 富士見球場を使うように促している。ただし、富士見球場は平日は川崎市立富士見中学校の校庭として使われているため、土曜午後、日宿日と学校の休校日のみに一般開放している。富士通スタジアム川崎に関するカテゴリー。ありがとうございます。